山梨グッドデザイン展選定事業とは、今年度で、8年目になります。山梨県にはさまざまな特色のある産業が立地しており、毎年多くの商品等が、創出されております。商品等は市場で競争力を持つために、あるいは時代とともに求められるさまざまな社会要請に応えるようデザインされ、その実現には経営者、デザイナー等多くの方々の意思や力が注ぎ込まれています。しかし、普段の業務や生活の中でこうしたデザインが、認識される機会は比較的少ないといえます。こうしたことから、県では県内で生まれた優れたデザインを有する商品、新しい可能性を持ったデザイン提案等を広く募集しまして、スポットを当てる機会作りとしまして、平成7年度から、山梨グッドデザイン選定事業を実施してきています。これまでに200点余りの商品、デザイン提案等を選定してきており、こうした実績は県内外に広く浸透してきつつあります。それでは山梨グッドデザイン展最優秀賞のご紹介をいたします。この商品は甲州幸せだるまという商品で、本年度の優秀賞に選定されました。出品会社はイエローベル、それからお菓子屋さんの竹屋浅川という企業が出展されております。イエローベルさんは昨年度甲州幸せだるまという商品で選定されましたが、その商品をですね、あまり可愛いというのでお菓子に、アレンジしていったと。いわゆる昨年度の受賞商品をお菓子の方にコラボレーションしていったということが非常に面白いと。これからも山梨県ではそういうようなコラボレーションを進めていったらどうかということで高く評価されました。この商品は和紙白菜と遊びという商品で、今年度の最優秀賞に選ばれました。市川大門町の金町徳志和紙株式会社からの応募がありまして、この商品の特徴といたしましては、和紙糸というようにサンドイッチされた、和紙が特徴であります。製品といたしましては、いろんな形のバリエーションができると。いわゆる障子紙として使うことはもちろん、照明器具、それからラッピング用紙、ランチョンバット、その他いろいろなものにデザイン展開できるということが高く評価されました。今年度の山梨グッドデザイン展は111件、290点と過去最大の募集になりました。来年度も続けて応募を行いますので、今年よりももっと盛大に行っていきたいと思っております。ぜひ皆様方のご参加をお願いしたいと思っています。本日は ありがとうございました。山梨の知りたい情報山ほど満載サイト、山梨知るならハロー山梨。